これは一回お昼寝だな。いやでも休日を満喫しております。じゃがいもつまみたいもんね、このホックホクのやつ。めっちゃうまい。うまっ。やばい、おでんが出来上がったぞ。これはうまっ。めっちゃうまい。うまっ。やばい、止まらん。お疲れ様です。今日は11月11日です。違う、11月22日です。はい、今日はね、久しぶりにお休みです。まあ夕方はオンラインレッスンがあるけど1個だけなんで、もうお休みみたいなもんです。いやー、ここんとこもう2週間ぐらいかな、休みなしでずっと突っ走ってきてたんで、休ませてください。今日はもうゴロゴロしよう。まあやることリストいっぱいあるんで、食材買いに行って、もろもろ支払いとかやって、掃除洗濯やって、でもお昼寝して、今日はダラダラしよう。はい、買い出し行ってきました。よし、あ、家の中はポカポカ、加湿器炊いてるんでエアコンなしでいけますね。で、仕込み今日はね、先にやっていきたいと思うんですけど、おでんです。これは使いません。はい、あー、日本酒がない。そしてみりんもほとんどない。日本酒あったか。ないっすね。まあまあまあ、なんとかなる。あのね、おでんあんまりやんないんですけど、鍋です。要するに後々ね、しゃぶしゃぶもできるし。で、京都に行った時にアダムが連れてってくれたおでん屋さん、あそこがめっちゃうまくて、なんとなく鶏白湯っぽいスープだったような気がするんですよね。で、トマトとかロールキャベツとかさ、そういうのが入ってて、あ、卵もやる。しみしみ大根作って、で、スープを別でちょっと確保しておいて、後日それはしゃぶしゃぶで食べたいなと。鶏白湯系なんで、なんとなく鶏ガラをスープのベースにしようかなと思っております。まずは、あ、渡りガニ売ってたんで、これだしで使いたいと思います。じゃがいもで、大根は時間かかるから大根の仕込みからやっていくんですけど、いや、飲みてーまだ動画も何もやってないからね。まあ休みなんでのんびりやっていきますよ。うますぎる。めっちゃいい出汁取れてる。じゃあここにトマト、今カニをとりあえずね、取り出して、で、じゃがいもももうこれ以上やると原型とどめてなくなっちゃうから一旦逃がしてます。食べる直前でまた温めれば。で、こっから先はもう煮ません。おでんに関してははい、ロールキャベツ、これももうイカと昆布で、ごぼう巻きで、あとこちらがね、アスパラ、生きくらげ売ってたんで、で、しみしみ大根の方には卵を追加して、で、このままね、コトコト
やっといてもらおう。なので大根と卵は完全に別の出汁で仕込んでますね。はい、沸いてきましたんで火を止めて蓋して真空モードにしてもう放置で、しみしみ大根の方は、うん、まだまだかかりそうなんでちょっと水分足しとく。いや、いい感じだな。これでもう蓋してまたコトコトやっていきましょう。 OK。 あ、これこちらは大根の皮、きんぴらにします。いや楽しい。ちょっと昼寝しようかなちょうど12時ですね。昨日買ってきた仙台牛サラダ、うん、うまい。はい、オンラインレッスンの準備をしていきます。めっちゃ寝た。2時間ぐらい昼寝してたんじゃないかな。よし、ではやっていきましょう。はいはい、こんにちは。お疲れ様です。寒くなりましたね。いや、やめてください。風邪今ひいちゃダメな時期なんで、英語でわーってこう流れてきてる情報が単語ごとにポン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 と覚えていくのはきついけど、あ、こういうこと言ってんだなーって入ってきてればいけたりしないの。なるほど不安ですね。音に慣れてくしかないような気がするんでね。まあ単語はやっていくしかないっていうか、暗記するような時間はこれから先もあった方がいいと思うんだけど、必要だと思うんだけど、並行して1日30分はもうなんか英語を文章を聞いてるみたいな、なんか聞くだけ聞いてるみたいな。で YouTube でなんか例えば速度を 0.75 みたいな、こう練習してる時に落としてやってるじゃん、ギター。そんな感じで、まあ字幕も出せるじゃん、YouTube って、英語。なんか興味があることって、なんかね、そういうトピックじゃないとそもそも見れないじゃん。急になんかその、イーロン・マスクとトランプの話みたいなやつでも全然なんかそんなの見てもしょうがないってなっちゃうけど、わかんない。入試的にはそれ重要になるかもしんないけどね、話題が。トピックだからいいのかもしんないけど、せめて興味があるやつ。自分はよくギター関連のやつは英語っていうか海外のチャンネルで見てるから、日本人のギターレビューとか製品レビューみたいなやつは一切見ない。全部海外のやつなんだわ。そうそう、知ってることもすでに半分以上情報っていうか、どんなこと喋ってんのかもう想像つく状態のもの。え、どういうゲームが好きなの？レールってどういうレール？ああ、はい。